はい。あなたがほのかちゃんですね。いおりちゃんの友達なんですよね。見つかったんですか？大丈夫です。無事発見されました。安心してください。よかった。一つ質問です。そんなにいおりちゃんのことを心配するのに、どうしてあの子のことを避けるんですか？それは、私、あの子とは二度と関わりたくないんです。帰ってくれませんか？帰りますが、その前に理由を話してもらうわけにはいきませんか？あの子と友達というのであれば、なおさら話せません！そうですか。わかりました。実は、我々はいおりちゃんの友達ではありません。え？これから話すことは重大な機密なので、極秘に。お願いできますか？うん。彼女が失踪する前に、学校で騒ぎが起きていたでしょ。みんなが言い合いたいことを言い合って喧嘩するという。はい。話には聞きました。それって彼女の特殊な能力のせいなんです。周囲にいる人の心の声を筒抜けにさせてしまう能力なんです。彼女にはそういう力が備わってしまったんです。え？からかってるんですか？我々は特殊能力者を集めて滑る組織の一員で、私も彼も特殊能力を持つものです。ちなみに私は透明人間です。まさか。見ていてください。こっちです。今度は彼があなたの携帯を私に渡してくれます。やれってか。分かったよ。はい、あなたのでしょ。ご覧の通りです。納得していただけましたか？本当にあるなんて、そんな力。いおりちゃんも我々と同じ特殊能力者になってしまったので、仲間にするため彼女を秘密裏に確保したのです。どうしてそんなことを私に言うんですか？我々は彼女を連れ去ります。今後裏の世界で働いてもらうので、二度と会えなくなります。なので親友だったあなたに、彼女に最後に伝えたいことはないか確認に来たまでです。それぐらいの情は個人的にありまして。裏の世界で働いてもらうって、そんなことできるはずがない。どうしてです？だってあの子はこの先体が動かなくなるって。どういうことですか？説明してください。お母さんたちが話してたの偶然聞いちゃったんだけど、いおりちゃんはもう治らない難病だって。そんな、元気に遊んでたのに。だから私、いおりちゃんと一緒にいるのやめたんだよ。突き放したんだよ。誰よりも大切な友達が動けなくなっていく姿を見るぐらいだったら、嫌いになっておいた方がマシでしょ。だから嫌いになるんだよ。大好きだったいおりちゃんを大嫌いになるんだよ。おい、それはさすがに。そんなんで親友気取ってんじゃねえぞ、このガキが。てめえが他の子と遊んでる間にも病魔は彼女を奪ったんだぞ。それが分かってんのか。それで今さら誰よりも大切なんて抑えてんじゃねえぞ。ああ、一人逃げてないでやれることがあるんだろ。一生後悔することになるぞ。なんとか言ってみろ。ほのかから離れて。大丈夫ほのか。こんな必死なトモリを僕は初めて見た。そこには今日一緒に遊んだ新しい友達の身に起きている理不尽に対する怒りも含まれていたのだと思う。おはようございます。ああ、おはよう。独身術の能力者の件はどうなったんですか？それは言えない。やっぱりトモリから口止めされてんだから仕方ないだろ。ですよね。でも気になります。お前ロリコンなのか？何言ってんですか。私はユサリン命ですよ。ならいいじゃないか。座れ、ホームルーム始めるぞ。それから独身術の能力者の件はというと、僕とトモリで放課後定期的に会いに通うようになっていた。ほのかという女の子は決死の覚悟であの子と共にいる。あ
あの日トモリに激しく訴えかけられて、イオリも病気と正面から向き合い戦っていく決心をしている。女はすごいと思った。何考えてんすか？いや、女性ってすごいなと思ってさ。そうですか。あなたにだって訪れるかもしれませんよ。何を？あなたが誰かのために懸命になる日が。僕が？まさかと言いたげですが、そういうもんですよ、人生って。その若さで言うなよ。まあ、そうですよね。今この時は彼女たちのために私たちは懸命になりましょう。友達として。あ、トモリさん、やっほー。お加減いかがですか？これどうぞ。すげえよ、やっぱ。見てお山ちゃん。うん？